あ、こっち側にも流鎖あるんだ。ちょっと流鎖に挑みたいところなんですが、一度回復しましょう。ドラゴンタのできるかなが一度もパーティーに入れることなく進化してました。ドラゴンリー、空手のできる珍しい竜だが、ヒゲを剃ると弱くなる。聖火ランナーのオリンピア、風が吹いても消えない無敵の火が頭にいつも灯っている。それは強いね。第10句、大きくて硬いつぼみを敵に飛ばして攻撃する。つぼみなのか、実じゃないんですね。おぎくちゃん、暗いところでしか見えない女の子のお化け、光に弱い。左側の竜さんのところに来ました。これあれかな、向きで、あー、ポケモンとかにあるやつだね。動く床だ。上行こうか。右のアイテムあると思います。一応行こうかな。何もなかったアイテム、やっぱ戻されるね。なるほど。上行って、上行って、あ、戻ってきただけだ。あ、こっち出ちゃうんだね、どっち道。なるほど。じゃあ下行って、左行って、上行って、左行って、うん、下かな。あ、抜けましたね。広いな。まだこんなに広いの、このマップ。え？そして何にもないんだけど。え？絶対なんかあるでしょ、ここ。こんな竜さ抜けた先に何もないなんてことある？いや、絶対なんかあるよね。嘘だ。一マスずつ僕探すぞ。マジ？え、何にもないなんてある？いや、絶対なんかあるでしょ。こんな、わざわざ竜さんのパズルみたいなのを解いてついた先で、いや違うのかな、未来に行けば何かあるのかな、ここに。でもさ、過去に竜さんのある場所、未来でも竜さんがあるなんて分かんないよ。あ、ガンダラーに出会った。レアモンスター？これガンドンの進化系とかですかね。もしかしたらこのモンスターが出てくる場所ってっていう、それだけのことなのかな。どんどん行くよ。あ、やっと来ましたね。手こずった、こんなに手こずったの初めてかも、捕まえるのに。あ、やっぱりガンドンの進化系ですね。僕モンスターハンターライズも遊んでるんですけど、そこに出てくる岩のモンスター、ガランゴルムにしましょう。なるほどね。まあ、それはいいんだけどさ、もしかしたら、まあね、あの子が出てくるだけの場所かもしれないけど。何もない、マジ？あ、え？すごっ、入れた、ここ。え、こんなん気づく人いる？今マジビビったんだけど。うーわー、これヒントなし？ヒントなし、これ。え、バグ？え、いや、ヒントどっかにあるのかな。え、うわ、ラッキー、こういうの。うわー、ちゃんと探索してよかったー。マジかよー。え、あ、まだ迷路続くんだ。どっちだ？あ、こっち。うわ、これ見た目にわからないと思いますけど、これ進めないんだよね。迷路だね。あ、野生で出てくるんじゃん。恨みの一撃、え、強っ。実はおぎくちゃん、え、身構えた、あ、反動技か、倒しちゃった。そういうことか、破壊光線みたいなものか今の。どこだ、どっち進むんだこれ。あ、こっちだ。あ、抜けた、抜けちゃっていいのかな。あ、なんかある。え、落ちちゃうこれ。一応セーブしようかな、怖いから。他何もなさそうだな。なんだこれ。あ、来た。うわー、どうしよう、捕まえられるかな。あ、身構えた、違うか、反動じゃないか。来た。1ターンため技なのか。めちゃくちゃ強いね。そしてめちゃくちゃ強い。オッケー、いけた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 。ふー。今
強烈な恨みの一撃だったので、絶対に許さないというそういう気持ちがこもってると思います。失恋ちゃんが今ねやられちゃったから不安だけど、ここ行ってみましょうか。あ、戻れるね。よかったよかった。いいのかこのまま進んでも。過去だけでこんなにボリュームあるの。あ、アイテムある。まだ下が続いてるぞ。しかもクリキンジュニアレベル 32? まずい。こんなレベル高いの。ウンチンライダーコクマラちゃんでさえレベル30だよ。うちの最高レベル野生で 32? でも進化してないんだね。まあ、進化してたらやばかったな。ああ大したことないわ。でも進化系も出てくるかもしれないこの先。カクテル、ちょっと待った、一旦やっぱ失恋ちゃん回復させてから来よう。何かあるかもしれない。あ、でもアイテムだけ回収しよう。スキルパック13見てみようか。ブラッドガスノーマル攻撃。まあでも毒ってないと思うので、多分このゲームはおそらく麻痺ですよね。とりあえずブラッドガスはややドラゴンに覚えさせてみました。そんなに入り組んではないですね。そんなに入り組んではないわ。あ、え、こんなところに出てくるんだクジラちゃん。ボーエルレベル29。じゃ、まずいまずいまずい。絶対油断すると壊滅すると思うので一旦戻りましょう。この辺のモンスターレベル22から25くらいなのに、いきなり30とか出されてびっくりするわ。回復してここまで戻ってきました。先を急ぎましょう。ここですね、行きましょうか。どんだけ奥あるんだろう。あるね。いや、これ上側も見なくちゃいけないんだ。エナジーリング、僕いつも左向いて調べてた。こういう場所は上にあるパターンもあるんだね。装備するとレベルアップの時エネルギーが大きくアップする。何それ。これを装備させながらレベルアップさせると強くなりやすいってことだ。まあじゃあコクマロちゃんに装備させたいけど、コクマロに装備させていたパワー解放のスキルパックを外して、さっきのエナジーリングをね装備させました。まあ、この画面からはわかりませんけど、これでエネルギーが上がりやすく、だから HP かな、 HP が伸びやすくなってるんかもしれません。じゃあこんな感じでさ、なんかパワーリングとかさ、なんかあるのかもね。防御リングとかさ、ガードリングかあるのかも。あ、パワーマークの7、これまた吸収系だね。装備しているとレーザーのダメージを吸収。またね、文様ミステリーサークルみたいですね。ちょっとね、レーザー攻撃はマシンタイプに弱点つけるんですけど、アーサー G6 は水吸収つけてるんで、まあいっか、あんまりレーザー使われること今のところないし、しかもね追加効果は防げないってことも分かったんで、多分貧血になるときはなるでしょう。貧血防げるならね、相手にそのライトレーザー使われた時のこと考えると装備しときたいけど。あ、スキルパック25。灼熱波動が使える。ヒート攻撃。ややドラゴンに灼熱波動を覚えさせて、39度8分はニャンピョンに渡しました。うわ、ここも絶対なんかある。探そう。絶対なんかある。今までこういうだだっ広いところって何もないことの方が多かったんですけど、僕の探索不足だったのかもしれない。結構一マスずつ調べてたんだけどね。これまでもこういう意味深なスペースがあった時に、でも壁まで調べたかって言われると、本当にここには何もないのか、本当にここには何もないのかも。何もなかった。ここにはないんだ。何もわからんなこのゲーム本当に。だってこれ行き止まりなんだよ。ここで何もないんだよ。なんか特殊なアイテムを使うとなんか道が開けるとか、そういう開けごま的な場所なんだろうか。じゃあ灼熱波動を使ってみましょうか。灼熱、あー、かわされましたが、ライトビームなくてもやれるよっていうところをね、消費はこっちの方がでかいよ。灼熱波動とりゃー、どうだ、弱っ。でも苦手なようだなのに弱っ。追加効果が実はすごいのかな。嘘でしょ、あ、違う。レベルが違いすぎるんだ。相手33だもん。弱いわけじゃないわ。じゃ、ここでレベル上げするのありかもしれない。回復ポイントって、ねえ、失恋ちゃんのシャイニングであんだけしかダメージ与えられないんだよ。そりゃあ、しょうがないわ。
うわ強この辺。ただダメージ入るからレベル上げスポットだここ。うわー、え、経験値全然入んないんだけど。いやダメ、全然効率良くないわここ。え、どういう、あれ、経験値の多い少ないってどういう基準なんだこのゲーム。モンスターごとに決まってるのかな。めちゃくちゃ今更な話だけど。オッケー、これでレベル27のボイエルを倒しました。経験値148、どういうことだ。レベルの高いシーザーよりもこっちの方が経験値が大きい。そして別に全然効率良くない。レベル上げスポットじゃないですここ。結局あの部屋が行き止まりで先どこもなかったので戻ってきました。帰ろう。いやー、あの隠しダンジョン的なの発見できたのはめちゃくちゃラッキーでしたね。ここからは別日収録となっております。実はですね、前回収録してから今回までに1ヶ月半くらい実は間が空いておりまして、まあその間いろいろ他のことやってたんですけど、まあだから僕これサンリオタイムネット過去編で遊んでいるわけですが、まあちょっとだけ未来になってしまったかもしれませんね。1ヶ月半くらい前回は左側の砂丘の攻略をしたと思うのですが、まだ右側の砂丘ね全然攻略できてないので今回そこから始めていきます。あ、着きましたね。うん、この先リューサあり。あ、砂丘じゃないか、リューサか。よし、じゃあこのリューサのギミックをねやっていきましょう。こっちしか行けないね。これはだからこっち行ってみる。あ、これ戻るだけだな。そうすると、あ、これ外だ。外に弾き出されましたが、そうですよ、僕ポケモンの、最新作がもうすぐ発売なんですよ。スカーレット、バイオレットがもうすぐ発売なんですけど、それ発売までにサンリオタイムネットクリアするぞみたいな気持ちでいたんですが、もうすぐ発売だな、クリア間に合わないかもしれないなとかちょっと思い始めてます。これこっちじゃない、この上下重要そうですね。上行ってみようか。あ、これダメかも上。なんか下の方が正解いるとぽかったですね。これだって、あ、でも戻れるか、戻れた、あ、いや大丈夫そうかも、あ、いけるかも、あ、戻れたわ、よかったよかった。こうして、あ、戻ってこれだね。で、こう行くでしょ、多分これ下が正解だ。いや、それともいくつか正解ルートがあってその中の一つとかそういうパターンもあるかな。ちょっとここ乗ってみる。これ戻されるだけかな、興味本位で乗っちゃった。あ、これダメかも。お帰りはあちらでーすって、うわー最後まで戻される、もう。オッケーオッケーオッケー、よし、じゃあ探索していこうか。ここはなんだ、左右に広いのか。いや、そんなことない、上下にも広いぞ、縦にも大きい。何この広さ。あの左側の竜さんのところは隠し通路みたいなところがあったんで、今回もそういうのを探さないといけないかもしれません。え、この何もない空間、何、めちゃくちゃ広い、東京ドーム3個分ぐらいはありそう。宝箱とかあったら僕悔しいんだけど、このスペースにだだっ広い真ん中に一つちょこんと宝箱があってさ、そこにすげえ重要なアイテムとかがあったら。よし、え、なんか普通にダンジョンだ。なんかこの氷の洞窟みたいな感じでしょうか。いや全然氷じゃなかった。特にアイテムもなく、あ、アイテムあった。あ、バサランゴ痩せる出てくるんだ。よし、アイテムスキルパック18、特技ライフドレインが使えるノーマル攻撃。これあれだ、吸血みたいな感じだ。これ強いんじゃない、だから HP 回復できるってことだと思うから。ライフドレインは大都会に覚えさせました。今回の収録からマイクが実は新しくなってるんです。だからこの動画、古いマイクと新しいマイク両方の動画になってると思うんですけど、なんかねちょっとプツプツ音が入るんだよね、新しいマイクにしてから。なんか生放送で試しにこの新しいマイク使ったんですよ。その時には別に問題なくて、あ、良かったとか思ってたのに、むしろ音質も良くなったし、いや、わかんない、動画上で音質の良さが伝わってるかどうかはちょっとわからないですけど、まあ僕が使ってみてる感じはマイク新しくして音質良くなった実感があるんですよ。まあなのになんか動画収録し始めたらさ、急にプツ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 音入るようになってさ、なんで、あ、階段だ。ちょっとプツプツ音が入ってたらごめんなさい、皆さんの耳に。ここも階段だ。あ、アイテム、よかった。
あ、レベルアップ、これは取っておきましょう。階段が2箇所にあったので、この下の階段から登ってみましょう。やっぱうねうねしてるけど、ん、ここにも階段、あ、やった、あ、ウィーウィーンだ。これあれですね、ゲームセンターで引き換えられるアイテムだ。気になってたんだよね。ある属性のモンスターに使うと、あ、進化の石か。多分こういうアイテムって各属性を表すような言葉に確かなってて、炎っぽいやつとか水っぽいやつとかあって、確かウィーウィーンってマシンじゃない？もしかするとロボカップに使ったら意味ないのか。特定のモンスターの多分進化アイテムなんでしょうね。ま、そもそもマシンタイプのアイテムじゃないかもしれないけど。よーし、あ、パワーマークの8、何タイプでしょうね。これヒートのダメージを吸収、そして謎の文様は相変わらずありますね。ヒートが弱点の属性って何だったかな。 OK、 失恋ちゃんにパワーマーク8を装備させてヒートのダメージも吸収できるようにしました。これで弱点2つなくなったことになるね。むしろ吸収するからさ、有利になりましたと。立派なね、ダンジョンの入り口があったから、てっきりサンリオの子がいるのかなと思ったんですけど、特に誰もいなさそうですね。いや、まだでも探索しきれてないか、こっち行ってないか。オールアップ全部の能力上がるってことでしょ、多分。そんなすごいアイテムあんの、すべての能力がアップ。ちょっと待って、あの、一回セーブしよう。じゃあこんなコクマロちゃんに使ってさ、3か4かいくつ上がるんか分かりませんけど、使ってみましょう。オールアップを使った、強さが上がった。え、ちょっと編集でね、さっきオールアップを使った後のコクマロちゃんの能力出しておくんですけど、これ見比べると最大 HP 以外の能力が1から4上昇してるって感じなんですよね。だから多分ね、ランダム上昇なんだと思います。使います。で、強さが上がったって出るんだけど、ここで改めて見ると、うん、やっぱりランダム上昇って感じですね。リセット前に使った時と比べると、技ポイントと心が低いけど、他は全部さっきより高い数値が出てるんで、もうこれでいい、よしとしましょう。もうここ現在地、新しき氷山って名前だ。新しいんだここ。しかもやっぱり氷山だったんだ。なんか中があんまり氷っぽくないから氷山っぽさないなと思ってましたが、このね、もう一箇所の方の階段を登ってみよう。まあ多分だからあれだね、左側の龍さんのとこと同じようにアイテムがあるだけっぽいですね。あ、あった、あ、スキルパック15、不気味なガスが使えるノーマル攻撃。なんだろこれ、もしもこれがあれだね、貧血を起こすガスだったらめちゃくちゃ強いよな。手に入れた技使っていきましょう。まずはライフドレイン使っていこう。まあでも HP 吸収だろうな。外す。あ、でもそっか、自分の HP が減ってないと分かりませんね。ちょっと HP 減らしてほしい、 HP 減らしてほしいな。ドレイン、あ、でも強い、あ、強いね、普通に攻撃として強いぞダメだ、大都会強すぎて分かんない。外す。ただ命中率があんま高くないか、 HP 回復の技絶対強いと思ったんだけどな。うん、あ、やっぱ回復してますね、 HP ね、1回復したね今。不気味なガスはアーサー G6 に覚えさせました。使ってみましょう。外れる、よし、当たってよ。パニックね。おそらくここのダンジョンもアイテムがいろいろ落ちてるっていうだけのダンジョンだったと思いますね。特にサンリオの子とかもいなかったですね。それでは今回の動画はこの辺りで終わろうと思います。次回はいよいよ未来の世界に向かおうと思います。楽しみですね、どんな風になるのか。次回に続きます。